リアなら大丈夫。すごく大変でしょうけど、彼女ならきっと。リア、心配しないで。最善を尽くすわ。急げば魔物たちを押し返せるかもしれない。危ないかわいそうに。魔物の気配が強くなってる。至る所に奴らがいるわ。それも怒り狂ってる。 リアは疲れきってるようだった大丈夫かしらまたすぐに様子を見に行こう天使のティラエルが導いてくれてよかったわ同感だあれこそが彼の使命なのねみんな消耗してる正規兵じゃないんだからそれも当然よね 戦いの雄たけびが聞こえるわ投石機が使えるようになれば何とかなるはず地獄から最強の軍勢が進行してきてる私たちがしっかりしないと戦いは始まったばかりよ炎に気をつけて悪魔たちが攻撃してくるわ 誰か上にいいるみたいよ下の騒ぎでどこかが壊れてしまったようなのだが嫌な予感がするわ共に戦えることを光栄に思うぞ間に合ってよかった信じられんまさか本当に手を貸さないとはな落ち着いて後でちゃんと手伝うから頼む奴らに見つかりたくないんだ そこに誰かいるの今は恐怖に駆られている場合ではないぞ。震えが止まらない。どうやったらあんな奴らと戦えるんだあなたも強さを秘めているはずよ。ここは損傷がひどいわ。でも何とか持ちこたえなければ。私のこの格好、この場にはふさわしくないみたい。 そのようだな。というより、別の時代に作られた服だから。そのようだな。ここの兵士は好きよ。みんな戦いはそんなに得意じゃないみたいだけど。魔物たちは狡猾よ。何が何でもこの砦を落とし、世界を手に入れるつもりなんでしょうね。調子はどう問題ない。なぜだいえ。 聞いてみただけ燃料の入った樽もあるみたいあれで敵を攻撃できるかもしれないわリアは青ざめて取り乱してたわ彼女のことを思うといたたまれないエイドリアに頼んだら魔法を教えてくれるかしらそれは賢明とは言えないな確かにそうかもね ここは真っ暗ね砦の補給品と引き換えに兵士をもっと雇った方がいいんじゃないかしらこの穴はどこまで続いてるのかしら随分潜ったけど防壁の兵たちが持ちこたえてくれるといいけど罪なき人々の血が 今のところ大したことないわねそろそろ東壇も本気で来るはずよ足元から邪悪な気配を感じるどんどん強くなってるわお酒を飲んでる男の人の姿が見えるんだけどあなたにも見えるいやじゃあきっと亡霊なのね新しい服を買いたいわ 今着てるのは少し小さくなってきたみたい。悪魔がいるわ。息をするのもやっとだわ。私が何とかしよう。天使よ。あなたを失望させはしないわ。アズモダンの最後が近い。地獄の帝王も過去のものとなるのよ。 悪魔の主が力を取り戻してる。油断は禁物よ。ここで一匹でも多く殺しておけば、外に出た時楽になるわ。どうした、アイレーナ。悪の力に心を刺されたみたい。私たちがこの悪を滅ぼさないと。 これまで厳しい修行に耐えてきたのもすべてこの試練のためよ今にも崩れそうね急いで渡りましょう透析機を何としても破壊しないとどうかしたのかい,いえただ雪をこんなに間近で見るのは初めてだなと思ってとっても柔らかくて 繊細で。でもあそこの雪は血で赤く染まってる。我々の力を合わせれば必ず倒せるだろう。一緒に戦えて光栄よ。ティラエル砦の防衛隊はあなたの指揮がなくても大丈夫かしら敵は全滅。こっちには生き残りがいる。俺たちは勝ったんだ。橋は俺が守る。 言ってくれアズモダンの脳天を串刺しにしてやるんだ隊長も気をつけて。もし私たちが失敗すれば、世界全部がこんな風になってしまう。私のおもちゃを殺したわね。あなたに興味が出てきたわ。また悪魔ね。他の悪魔と同じように倒してやるわ。 来てくれたのね嬉しいわさあ私の胸に抱かれなさい変わった悪魔ね <laughs> もう音を上げるんじゃないでしょうね本当に不愉快な女ねあなたにはとてもいいことをしてあげる 変わった趣味をしてるのね。あの悪魔はよほど自分の小姉が好きなのね。聞いてるとなんだか頭が痛くなってくるわ。本当の意味でこの塔に呪われているのは、悪魔たちなのか、それとも私たちなのか。今大きな魔物が目の前にいたの見た無打たれてる。 無理やりアズモダンのしもべにされてるのねこの場所はあいつを拷問して剥いだ川で作られてるのよ灰が大気を覆い魔物の群れが押し寄せてるそれでもひるまないのねあなたは本当の英雄だわこれはアズモダンはこの世界に悪魔だけじゃなく地獄そのものを持ち込んでいたのね これだけ手ごわいしもべを送り込むとはアズモダンも焦ってるに違いないわここがアズモダンの悪の中枢ね奴ももうこれまでよ長い戦いだったけどそれももう終わりねアズモダンは私たたちの手にかかって死ぬのよあと少しよこの世界から闇を消し去りましょう 黒のソウルストーンが不安定になってる。アズモダンを倒しても封印できないなんてことにならないかしら。エイドリアができると言っているのだ。信用しよう。それもそうね。こんな北国に来るのは初めて私は修練の過程で様々な土地を訪れている。そうなのいつかその話を聞かせてもらいたいわ。 こんな北国に来るのは初めてああ。我が民でこの地を訪れたのは私が最初だろう。気持ちはわかるわ。アズモダンには七人の副官がいて、それぞれが異なる悪徳を司っているのよ。副官たちはアズモダンが地獄で勢力を広げるのに貢献したのだとか。でも、私たちを止めることはできない。 姉妹団のみんなにも、この戦いに加わってほしかった。彼女たちは何年も訓練を積んだのに、結局無駄死にしてしまった。彼女らは今、死者の魂と共にある。それが全てだ。そうね。でも、みんな生きてたら、どんなに良かったか。もう千年の間も魔物を殺してきたけど、それがこの世界の役には立ってない気がするわ。 昔は一匹倒すごとに達成感があったけど、いくら倒してもキリがないんだもの。いつか平和が訪れるさ。そのための手段が戦いしかなくてもな。ソウルストーンを抑えるのは、リアには荷が重いんじゃないかしら。何か手伝えることがあるといいんだけど。いや、あなたも同胞が修行していた時には手を出さなかっただろ見守ってやるんだ。 修行の時は少しだけ手を貸しちゃったけどね。あなたの活躍を知ったら故郷の人々は喜ぶでしょうね。そうだといいが。あなたにもいずれわかるわ。大いなる試練は大いなる英雄を生むのよ。この頃は多くの者が形なき世界に旅立っている。形なき世界で先祖と再会した時。 彼らの叫びは喜びの声となるだろうそれより私がどうしても耐えられないのは沈黙永遠に眠る者たちの沈黙よバスティオントリデに人々が閉じ込められるなんてあなたにとっては嬉しくないでしょうね物事は移ろうそれが道理だなるほど 魅了の魔法を間違って同胞のライザにかけてしまったことがあるの二週間も追いかけ回されてひどい経験をしたわアイレーナ君もいつかウエストマーチの地にそびえ立つ我が騎士団の砦を見るべきだその砦攻撃されたことはあるのああ何度も敵の手に落ちたがその度に取り戻した 諦めない限り負けることはないってわけああそうだ。必要とあらば何度でも立ち上がる。諦めはしない。<laughs> どうしていつもそんなに自信があるのどういう意味だあなたは自分の進む道を確信してるように見えるわ。悩んだことはないの誤った選択でも何も選択しないよりはマシだ。 一旦決めたら本気でやる出ないとみんな死ぬことになる私と一緒に学ぶつもりはない盗賊には盗賊のお勉強があるのさ冗談ばっかり世界は上から眺めるほど単純じゃないってことだ上ってどこよ君の象下の塔さ